まあ、大いに疑われながらその存在を、まあ、ロシアは消してきたわけですけど、うん、結局本人にプーチン本人に、が手を下したという証明さえされなければ、もう何でもやるというようなとこまで来ている、まあ、それだけもう状況を逸してるんだと思うんですけどね、うん、ただまあナワリヌイ氏側としてはやはりこれからもいろんな証拠を出して、まあ、かつては例えばノビチョクとかコロニウムとかいろんな毒物、うん、神経ガスなどロシアは使ってきたわけですけど、まあ、今回のその死因の特定については最後まで努力すると思いますが、なかなかその遺体も引き渡されないとなると非常に難しい状況だろうなと思います ね、 そうですね。カノさん、ナワリヌイ氏はですね、諦めるなと、そして悪が勝つのは一人で善人が何もしないからだというメッセージを残している、うん、国内でも広がりはあるけれども、ただやはり弾圧が相当厳しくなり、世界でも一応広がりを見せていて抗議デモが行われている。さて、この残された言葉が広がるかどうなのか、どうご覧ですか。まあ、広まってほしいですよね。広まってほしいんですが、やっぱ今のプーチン体制においてはなかなかそれも難しいと思いますよね、うん、かなりおそらくこれに賛同したい人はいっぱいあると思いますけども、やっぱそれだけは広がらないし、うん、やっぱり自分の身の危険を感じる人たちが多く出てくると思いますので、今のプーチン体制が続く限りはなかなか広がるというのはなかなか難しいんじゃないかと思います ね。岡部さん、もちろんロシアの方にも知り合いいると思います、はい、どう思われますか、この言葉が広がるのかどうか。そうですね、ナワリヌイを支持しているロシア人というのは、まあ、リベラル派、うん、まあ、どちらかと穏やかな、まあ、先の映像を見ていただいて分かると思うんですけど、うん、人たちが多いので、まあ、その人たちがやはりこうなんていうんですかね、こう秘密警察のようなものにこう対抗していくっていうのはやはりなかなか難しい、うん、現状では難しい、もう全てをそれによってこう生活からですね、仕事から失う可能性があるので、うん、やはりまあちょっと今は黙っておこうとか、やっぱ政治に無関心でいようというのはやっぱ広がってるかなと、まあ、非常に残念なことだと思いますけど、それが現実だなと思いますね。うん、まあ、田中さん、プーチン大統領は今回はまあこれまでにないぐらい票を取りたいと、その軍事行動を正当化するために、つまり8割独立を欲しいと、圧勝したいというその流れの中で、さあこの弾圧も厳しくなるのか、どうご覧になりますか。弾圧は厳しくなると思うんですけれども、うん、ただ弾圧をすればするほどその、反プーチンといいますかね、うん、その勢力も結構広がっていきますので、うん、まあ、選挙にどういう影響が与えるのかはちょっとね、何でもありの世界なんでよくわからないんですけれども、うんうん、圧勝というのはひょっとしたらないのかもしれませんよね。影響するかもしれない。影響するかもしれませんね。そうですか、まあ、ロシア革命がいいか悪いかの評価は別にしてですね、はい、やっぱロマノフ王朝という体制を覆したんですね、ロシアの人たちは、はい、まあ、そういうやっぱりパワーもおそらく持ってる民族だとは思うんですよね、だからあんまりその押さえつけて黙っとけないっていうので OK とプーチンもしか思ってたとしたら、やっぱり足元救われる可能性はと思います。そうですか、そしてこれもプーチン大統領大統領選に向けてアピールしたいということになるんでしょうか。ちょっと見ておきます。東の要衝アウディーウカをロシアが制圧したという情報が入っておりますが、このニュースを受けて、まあ、どういうことになるんだろうと思って今後ちょっと見るために皆さんに伺いたいんですが、プーチン氏はやはりこれ報告を受けて重要な勝利だと、これ大統領選に向けて戦果を誇れるのかどうなのか。一方のウクライナ側は同じ17日ですね、同じ日にですね、新しい司令官はこれ兵士の命を守るために撤退したんだと言っている。ゼレンスキー大統領も同じ日17日にですね、兵士の命を守るためのプロフェッショナルな決断だというふうに語っているんですね。さて、これ田中さん、これプーチン大統領がまあこういうふうに誇る、そしてウクライナとしてはやはり兵士の命を守るためだという、このアウディコをめぐって今ウクライナはどういうふうに今受け止めていると思いますか。まあ、だんだん撤退したという事実から、うん、いろんなまあ話が出始めているんですけれども、どうも真相は、アウディーカをその守ろうとしていた、まあ、第三大隊というのがいたんですけど、はいはい、そこが自ら撤退するというような動きになったらしい。自体はもう自分の意思でと。自分の意思で。で、今それをSBU が捜査しているんですけれども、うん、多分そのザリズニー前総司令官の解任というのがその背景にあって、まあ兵士たちはどちらかというとやっぱりザルズニー前総司令官の方に支持してたということもあるので、まあそれに対するひょっとしたらまあ一種の抗議活動なのかもしれませんけれども、まあそれも含め今 SBU はまあ大統領ゼレンスキー大統領のまあ所管にあるので、そこが今調べ始めているというのが実態です。ですから、もういとも簡単にロシア軍は別にそのもう機関銃ぶっ放しながら攻めていって取ったんじゃなくて、もう簡単に入っていってウクライナの国旗ロシアの国旗に変えたりとかしてるんですけど、まあどうぞと。それは決してそのプーチンにその成果をねその与えるためにやってるんではなくて、もうあくまでもまあ今回 のザルズニ前総司令官の解任に対する兵隊側 の意思の表れだというふうに言われ始めています。そうですか、はい、総司令官と大統領のまあ確執がずっと言われてきて、解任言われてきた、はい、その意見の中での混乱、今日もですね、まあ、後ほどやりますけど復興会議やってるわけですね。ここでも大統領のメッセージっていうのは届くはずだったと思いますが、どんな感じで届かなかった。届かなかったね。非常に珍しいことなんですけれども、でそれはミュンヘンで国防会議をやって、うん、まあ、いたんですが、ここでもですね、国防会議の後に、まあ、レセプションがあるんですけれども、はい、そこにゼレンスキー大統領は出てこなかった。そうです。その代わりクリチコキリフ首相が、はい、まあ、出てきて、まあ、ウクライナの代表みたいな形でそのレセプションでは立ち振る舞ってたというふうに言われてます。ですからやっぱりかなりゼレンスキー大統領あるいはシルスキー新総司令官にとっては大きなニュースだったんですね。ショッキングなニュース。ごめんなさい、大統領あるいは新しい司令官が撤退を知らされないまま起きていた可能性があるだというふうに言われてます、はい、言われてます。言われてます。カードさん、それ司令系統としてあり得るんですか。
これは公明罪というわけですね、命令に抗う、要はここを守るということが命令をされているときに、その撤退の命令が出ずに勝手に撤退をするということについては、これはやっぱりちょっと軍隊としてはもう有識事態ですよね、これが事実とすればですね。だからそれはウクライナ軍の中の今どういうことになっているのかって、やっぱり今後注意する必要があると思います。で今回司令総司令官交代しましたよね、ザルジニーさんからシルスキーさんですかね。でこれはおそらく今回のウクライナがやった攻勢作戦が結局はうまくいかなかったので、そこで責任を取る形で人心を一新するということの交代だと思うんですよね。でこれは理にはかなっていると思います。ここでやっぱりうまくいかなかったわけですから、でそれで前の司令官ザルジニーさんとゼレンスキー大統領が対立しているというようなことを言われているんですが、この人事自体は私は別な悪くはないと思うんですよね。けじめをつけるということですから。田中さん、もう一回確認ですが、知らなかったとしたらロシア側の発表で初めて知ったなって事態もあったかもしれない。それはないんだと思うんですけれども、こういう事態が起きたということで後付けだと思うんですが、一応それは命令に従って撤退したんだというふうに、そういうふうにしないとね、大混乱が起きてるっていうことを世界に示すようなことなんで、一応そういう最低のねラインはキープしてるんだということだと思うんですよね。はい、ウクライナの復興に向けた会議が今日東京で開かれました。今岡部さん、今日お越しの岡部さんもここに今映っているこの映像であります。さて、日本とウクライナのこの復興会議、日本がまさにこの軍事的なものではなく復興というのは、日本のある種得意分野とも言えるかもしれません。出席者はですね、岸田さん、上川大臣など日本とウクライナの関係者ら300人、これは政、政だけじゃなくて民官民合わせてですね取り組むという話であります。協力分野は地雷対策や瓦礫除去、あるいはデジタルの産業強化、電力や交通インフラ整備など非軍事部門7項目です。そして合意されたのは56の協力文書に署名したり、あるいはですね、これが注目されますが、復興に関与する関係者に限ってキーウへの渡航制限を緩和するということで、あと158億円の供与というのが合意されたということであります。さて、今日田中さんはウクライナ側、そして岡部さんは日本側、兵庫県の側として出られたということで、双方の立場からここで一言ずつお二人にいただきたいと思います。まず岡部さんから伺いましょう。この経済復興推進会議、どういう意義を今日感じられましたか？そうですね、名前の通り、これはもちろん経団連会館で行われたこともあって、企業も関係者がほとんどなわけなんですけど、一方官民、この私も出させていただいた自治体なんかも参加をして、オールジャパンっていう、形であったのは非常に良かったなというふうに思いました。これが最初に感じたことですね。今日ですね、ウクライナ側の方も相当な数来られたということですよね。そうですね、かなり会場にもおられまして、端々ではこうビジネスの商談ですとか意見交換ですとか、ネットワーキングもかなり行われてました。これは日本とウクライナというのは前から経済協力の会議をやり続けてきたんですか？そうですね、これ確か2008年だったと思うんですけど、今日も経団連 のから発表があったんですけど、2008年から日本ウクライナ経済合同会議という、これはウクライナの経済関係の省庁と経団連の間で行われてきた行事で、その流れの一つにこれもあって、それはまた別に経済合同会議もやるというのは今日経団連からの話がありました。ウクライナ側はこれを岡部さんどう位置づけてるんでしょう？そうですね、これ日本でやっぱりできることっていう、これ渋谷さんもおっしゃったんですけど、憲法9条の問題も分かってると、だからこれが日本できることで、これだけのことやってくれるのはありがたいという、その通り僕は言葉の通り受け取りました。そうですか。田中さん、ウクライナ側はどう受け止めて、これ意義をどういうふうに、田中さんご覧になりますか？ウクライナ側はですね、この会議に出席するために公募したんですけれども、本当に応募者がたくさんありまして、一応100人ぐらいまで絞ったんですね。で、外れた方々も日本に行ってね、商談をしたかったんだっていうぐらい、かなり期待はされているんです。で、その中で岡部さんちょっとおっしゃいましたけれども、やっぱり日本はどうしても非軍事部門のその協力ということになってしまうわけですけれども、実はその周りで、壇上でようにですね、MOU をこう見せる以外にもですね、そのロビーあたりで、直接的な軍事部門じゃないんですけど、それに近い、ところで、日本の企業とウクライナ側の企業ないしは政府関係者がいろいろここまではできないか、ここまではできないかっていう商談はもうしてます。で、結構 MOU もそこでも結ばれてましたので、期待はかなり高いんだと思います。どうしてもやっぱりウクライナとしては今アメリカがちょっとね、絞り始めちゃってるんで、それに変わるものを日本に期待してるっていうところがものすごくあります。なるほど、田中さんがですね、以前この番組で言われたのよく記憶に残ってるんですが、以前もその韓国だったらどっかの国が経済の視察団をウクライナに送った、で日本はなかなかまだ国防強化が戦争中出てなかった、それを田中さんがこの番組でいや出すべきだとおっしゃって、その後かな、政府主導で日本の経済視察団も実現したと、そして今回も渡航制限を緩和して、日本はなかなかこう渡航制限緩和するの、戦争中ですから、これもなかなか日本がこう前と比べるとですね、ちゃんと踏み込んでるなと思ったんですが、この辺りも働きかけやっぱかなりされたんです。働きかけというか、前回の番組でかなりその企業関係者、日本の企業関係者からはよく言ってくれましたというふうに言われてましたの で、でそれはもう当然その政府の方にも伝わっていきますし、それがないとやっぱり日本の企業は入れないんだと、オンラインだけでやってもどうしてもね、それは商談までこぎつけないんで、それがもう一番強い要望だったんですね、日本の企業からは。ですから、それが今回こういう形で実現したのは本当に喜ばしいことだと思うんです、日本企業にとっても。つまりこれは戦後始めるというよりはもう今継続中の最中から入って見に視察してどう進めていくかを考えるということですね。それが日本もウクライナも特に
ウクライナ側 その狙いなんですね、うん、戦争はいつ終わるか分からないですから、はいはい、それまで待ってられないし、戦争中でも、まあ、きちっと、まあ、例えばキーウなんかはもうほとんどミサイルは全部撃ち落とせますので、うん、問題なくその通常の生活がまあできるわけですから、うん、そういう中で日本だけねずっと制限をかけてるっていうのはやっぱり他の国に比べると遅れてしまうと。で実はイギリスが最初にレベル4からレベル3に緩和したんですよ、うん、先々週あたりだったから、はい、続いてアメリカがイギリスは西部を全部レベル4からレベル3にしたんですけど、アメリカが続いてキーウをレベル3にしたんですね、うんうん、でまあ多分日本もフォローするんじゃないかなと思ってたんですけど、キーウをレベル3じゃなくてこういうちょっとまだ制限を残してね、うん、特別な許可を持って、まあ、1週間だけ渡航を認めますよということになったんですが、でもこれは大きい意味があるんです、うん、はい、日本の企業にとっては。なるほど。岡部さん、その洋服というか服はウクライナのあれですか。そうですね、今日は私はこの締結式からそのまま来たんですけど、はい、ウクライナの民族衣装で出席をさせていただいて、これはシュミハリ首相から以前いただいた方ですけど、そのまま来たのです、すいません、こんな感じで、はい、いやいや、はい、そして今回のこの推進会議の実は、まあ、昨日一昨日ですね、プレイベントが行われて、これなんですけど、これを JICA が主催してプレイベントというのが行われました。ここでですね、実はひときわ注目された日本の技術があったんですね。ご覧いただきます。ブースの前に展示されていたこの黒い物体、違法なドローンが侵入してきたときに、そのドローンを無力化するという、検知して無力化するという、そういうシステムです。敵のドローンが侵入したときに発見してそれを無力化する、その名も TDD。 よろしいですか。あ、すごい軽いですね。非常に小型で軽量、これすぐ持ち運びがスムーズに、非常にその機動的に使える。ヘッド部分の重量は 3.7kg、三脚を含めても7キロと超軽量なのです。さらにこの機材をですね、検知モードの時は電波を出しません。電波を出さないので、その存在を知られることもありません。電波を出さずに25キロの距離でドローンのみを検知します。25キロ圏内に入るとドローンを検知、そして 1.5 キロ圏内に入ると独自の技術で敵のパイロットとドローンの間に流れる GPS 情報などを遮断、操縦できなくしてドローンを無力化するのです。実証試験の映像を見てみると、まずドローンを飛ばして25キロ圏内に入ったら警告音が鳴り、パソコン上の25キロ圏内の画面の一部が赤くなります。そして 1.5 キロ圏内に入ったら、突如ドローンの操縦している側の画面が途切れました。今全く暗くなりまして、スティックが全く効いてません。ドローンの方からのコントロールはできておりません。操縦主を失ったドローンは空中で止まり、燃料がなくなり地上に降りてくるという仕組みです。さらにこの装置一つで100機のドローンにも効果を示すことができるというのです。この DDD、 敵に奪われた場合技術を盗まれる恐れはないのでしょうか。この中の情報っていうのは、これは企業秘密です。これを外して、中を開けようとすると全ての回路が上手に焼き切れるようになります。この日も兄弟がウクライナ軍にいる男性が話を聞きに来ていました。私はウクライナ出身で、ウクライナ軍に所属している兄がいます。彼はドローンのパイロットです。兄に送ったら、よし、彼らと話してみよう、この装置で何ができるのか、どのように役立つのかを調べてみようと言われました。技術的な情報はウクライナ軍にとって興味深いもののようです。はい、どういう技術なのか、片山さん。はい、こちらの DDD なんですが、1台で100機のドローンを無力化できるといいます。またもし敵に奪われた場合でも、中を開けようとすると自動的に焼き切れるシステムで、技術が盗まれることがないようになっているということです。 DDD の効力が及ぶ範囲なんですが、例えば日本で東京駅を起点にした場合、半径25キロ圏内、この赤い丸の中です、川崎横浜あたりまでですけれども、その中に侵入したドローンを検知して、半径およそ 1.5 キロあたり、皇居あたりですね、皇居あたりまで近づくと、このドローンを無力化できるということです。ではこの DDD はウクライナに輸出できるのでしょうか。開発したフォーチュニオによりますと、ウクライナの発電所や病院などには輸出できることができるんですが、ウクライナ軍に対しては日本政府の判断になるということです。日本は原発もありますから、原発への攻撃などを防ぐためにこういうドローン、まあ、アンチドローンというかですね、アンタイドローン、これをまあ開発が日本企業を進めていたということのようであります。このまあカウンタードローンと言ってもいいかもしれません。菅さん、日本の技術はこれかなりいいものなんでしょうか。私もこれ初めて聞きました。であのまだちょっとどのレベルか分かりませんけども、はい、いずれにしてもこれからのウクライナ戦争を見てもですね、はい、ドローンというのは非常に主力兵器になってくるので、はい、その対策っておそらく各国血まぬぐになってやってると、はい、今日本がですね、こういうような技術があの、まあ、非常にあのレベルの高い技術であったならば、これは非常にあの強いですね、強みになると思いますね、うん、ですからあのウクライナに対してもウクライナ軍、まあ、今国の判断になってますが、これ殺傷兵器じゃないですよね、うん、明らかに完全にこれ防衛になります。だからそれは可能だと思いますし、そうですか、ウクライナ軍に限らず自衛隊だっておそらくあの採用、もしくはあのこれが非常に優れたものであればですね、あの採用するという選択肢もあるんじゃないかと思いますよね、今自衛隊もやっぱりドローンこれ無力化したりする敵の、こういうことはずっと研究もやっぱりするんですか。もちろんやってます、もちろん、はい、
そうですか。田中さん、これウクライナ側はどうでしょう。もちろん発電所や病院なんかももちろん可能でしょうし、これ見るとかなり小さくて、おそらくドローンが来ても値段の高いミサイルでやるよりはるかにおそらく安くつく。ウクライナ側としてはどうでしょうね。これはもう本当に喉から手が出るほど彼ら欲しいと思うんですね。でこれからの戦争ってのはやっぱりドローン中心となる戦争になるし、はいはい、ドローン自体もね日本にも要望してるんですけども、同時にこういう防御装置っていうのが入っていけば、これはもう彼らにとってはもう鬼に金棒になると思いますので、商談がいっぱいできてるんじゃないかと思いますけれども。そうですか。つみさん、どうでしょう。つみさんもずっとドローンを研究されてきた、はい、この日本の技術はどう見ますか。そうですね、ドローンをその飛ばす方の技術とそれを無力化したり、こう阻止する技術というのはずっといたちごっこになっていて、例えば GPS で飛ぶドローンに対してはその GPS を混乱させるとかですね、でもその混乱させるものを混乱させないような装置をドローンにつけて飛ばすとか、実は非常にいたちごっこが続いているわけですけど、この技術はその説明だけを聞くとですね、これまでのものと違って、その検知の時には自分の方から電波を出さずに、アクティブにはこう働きかけずにパッシブというんですけど、向こうの方を検知してそこから先こう、近づいてきたところでその無力化のいわば作動をするということなので、またこれはそのいたちごっこの一歩先を行ったものになるのかもしれない。そうだとすれば、そのいわば防衛の装置としてですね、日本もウクライナに対して提供することは考えてもいい方向に行くだろうし、それをまたさらに上回る方法が生まれるまでは結構有効に機能するのではないかなと思いますね。確かに横上さん、日本は軍事的な外に出すには制限がある国ですけども、これならばまさに専守防衛というかですね、守りの方ですよね、はい、どう言いますか。そうですね、私2日間このブースにおりました、というのはこのブースの隣がちょっとこれが非常に興味深くて、警備会社のブースだったんですね、警備会社の警備会社の先ちょっとちらっと映ってたんですが、ガードマンさんが立ってる、それこれはやはりこれから先ほど話が出ました通り、緩和されて日本企業がキーウに行くときに、いわゆる私たちが守りますという日本の警備会社だったんですよ。もうキーウにも事務所借りられてるそうです。その隣が実は兵庫県のブースで、私はずっとそこに2日間いたので、2日間ここに来るお客さんはほとんど見たんですけど、そうですか。最終日にウクライナ大使コスツキー大使が挨拶をされたと、一番にここに来て、でたくさんもウクライナ人が集まってきてですね、すごくやはり注目度が高かったです。やっぱり説明としてはこれ安全器具っていうカテゴリーに入る、安全器具、そういうふうにブースの方ご説明されてました。もちろん武器でもないし、これはすぐ提供できるんじゃないかという言ってましたね。だから正直岡部さん、復興会議推進会議と聞いていて、プレイベントにこういうカウンタードローンと言われる無力化するものが展示されているブースがあるということに正直驚いたんですけどね。僕も驚きました。しかもウクライナ側の方がですね、ビジネスマンが実はさらにリュックサックで背負えるこのカウンタードローンをこう持ち込まれてて、それもすごく注目を集めてたんですね。やはり今やっぱりこれは非常に必要とされる、特にウクライナで必要とされる技術じゃないかなと思います。そういう意味では河野さん、これからどうもなかなか停戦という状況に行きそうにない、長期化するとしたら、ますます兵士の命を守るためにもドローンでの戦いというのが増えると考えていいんでしょうか。もう増えると考えた方がいいですね。これやっぱりですから、そういうための、カウンタードローンの技術というのは、これから非常に注目されることになる。で今回日本がこういう研究を進められているということで、私としてはある種ちょっと意外だし、日本はそのドローンの脅威にさらされてませんからね、またそういった面では今回は意外でしたし、こういったことにはやっぱり目を向けていくべきだと思います。はい、日本とウクライナの復興会議というのが開かれたわけですが、二国間です。じゃあヨーロッパなんかは今ですね、こういうのが進んでるんですね。今ドイツのを見ていただきましたが、1月にイギリスが安全保障の協定と二国間で結んだんですね。そしてその後を追うように先週ですね、同じ日ですね、まさにフランスとドイツが二国間の安全保障協定を結びました。さて NATO あるいはそれぞれ EU なんかでもこう支援しているのに、なぜこれが必要なのか、イギリスの専門家に聞いてあります。ご覧いただきます。イギリスは NATO 同盟国で2番目に大きな防衛予算を持ち、核保有国でもあります。このイギリスとウクライナの協定は同盟国に対する核能力、核防衛保障の拡大でもあります。ウクライナとの新たな安全保障条約は NATO に加盟していないにもかかわらず、敵対的な外国から攻撃を受けている国に安全保障を提供することで、それを基礎としています。こう語るのはイギリスのシンクタンク地理戦略評議会共同創設者のジェームズ・ロジャーズ氏。イギリスがいち早く結んだウクライナとのこの協定では、戦争が終わった後でも今後10年間ウクライナを軍事的経済的に支えることが謳われました。効力が生まれるのは4月から。今年はこれまでより2億ポンド多い25億ポンド、日本円にしておよそ4600億円の援助が約束されました。このような合意は具体的な内容としては初めてです。つまり G7 内外の他のパートナーが独自の安全保障を約束するための土台、あるいは足がかりを提供するものです。イギリスとウクライナがこの協定を結んだ直後から、フランスやドイツ、ポーランドといった他の国々もウクライナに対する独自の安全保障上のコミットメントの必要性を口にしています。そのため